今日の着物のリメイクは3回シリーズでいろいろあの型紙の取り方からね伝えしてきましたけども、今回その製品が仕上がりましたのでご紹介いたします。このように仕上がりました。これね、今回は袖がなくてねベストということで、こんな風で今回もねこの身頃ね、前身頃と後ろ身頃にはねダーツを入れております。前の方は3センチ幅で20センチね、あと後ろの方は3センチ幅で15センチの、ここにダーツが入っております。それからね、ちょっと表に見えないんですけど、この袖口のところにねちょっとしっかりするように袖口に布をつけました、左右にね。それからポケットね、ポケットはここに貼り付けポケットをね、これと右と左にねポケットをつけてあります。あと前の方はねちょっと今回はねループを使ってね、こんなのでくるみボタンを1個つけてね、そしてここを留めるようにしてみました。あと襟ですね、襟はちょっとね型紙では5センチぐらいって言ったんですけど、今回仮縫いした時にちょっと広い方がいいかなと思いまして、今回は8センチの襟幅でつけてみました。ではちょっとね裏返ししてみます。裏返ししてみました。裏返しするとねこんな風な状況で、ここね肩にねこの部分にダーツ入ってますよね、後ろと前と後ろにねここはこんなダーツ入ってます。そして袖口ですね、袖口はやはりしっかりするように6センチ幅ぐらいでね袖口布をここまでつけました。こんな風にね、後ろもちょっと同系色で見えないかもしれないですけど、こんな風につけてみました。それからあとここねくるみボタンをつけたところにこれをね1個バイアスにとってループをつけてみました。あと裾の方はねここ5センチね縫い代を取りまして、まつり受けをしております。あとここはね好みなんですけど、今回はこんな風にね丸みをつけてみました。こんなことで本当にね直線縫い多いので、ほんのり時間もかかんないで簡単に縫うことができました。それではね私実際に着てみたいと思います。私実際に着てみましたので、前の方がこんな感じですね、あと脇はこんな感じです、と後ろの方はこんな感じなんですね、こんな感じですね。そして今回もね両側にねポケットをつけてあります。貼り付けポケットね、結構15センチの20センチぐらいでつけてありますので、意外と手もすっぽり入って悠々としております。ゆったりしておるっていう、そんなことで、あとはね型紙では丈の方をね85センチにしたんですけども、ちょっと長めの方がいいかなと思って5センチほど長くしました。ですから丈の方はね90センチあります。あと修正したところはこの襟幅ですね、襟幅は最初ねちょっと細くしようと思ってこんなような感じにしたんですけど、やはりこれからねちょっと寒くもなりますので、ちょっと厚さの広い方がいいかなと思って8センチの襟幅で今回は仕上げてみました。それから袖口の方ですね、ここの布も結構ねここがしっかりしてるとね意外とこう着やすいっていうか、そういうことで袖口布も5センチぐらいの幅でつけました。はい、前の方は皆さん好みでいろいろアイデアがあるかと思いますけども、私は今回はねこちらにこんな風にね
バイアスでループを取りましてね、こんなのを作ってあのくるみボタンを1個つけてみました。あと裾はね、こんな今回はちょっとね、このように丸みをつけてみました。こんなことで着た感じはすごくゆったりしててね、とても着やすいし、あと袖がないことによってね、意外と動きやすいっていうか、そんなことで同じあの型紙でもね、ちょっとデザインを変えると変わった感じになってね、いろいろと仕上げることができると思います。やはりね、リメイクはアイデア次第で、一つの型紙でもいろんな仕立て方ができるのがとてもやっぱりあのリメイクするには楽しいところですね。今日もご覧いただきましてありがとうございました。